それでは桜沢先生よろしくお願いします。ご紹介に預かりました桜沢です。どうぞよろしくお願いします。今日はわざわざ皆さん朝早くからお越しいただきましてありがとうございます。天気も次第に回復してまいりまして、皆さんの、こういった熱意というものが広くこういった天気を変えていくたというように感じられます。で、私も先ほどご紹介にありましたように、学問との出会いというのが本当に大学であって、それ以来こう研究者としての道に今いるということであります。で、そこで、今日やる内容ですけども、企業活動、消費者問題と法ということで、皆さん、消費生活を営まれている中でですね、そういった消費生活というものが法律とどう関わっているのか、特に皆さんが普段召し上がっておられる食品であるとか、そういったものがですね、どのようにして、法律と関わっているのかというところの、あたりを勉強していくということになります。で、そこで、早速ですが、消費者意識の変化と消費者問題ということでありまして、まず、消費者問題の前提として、消費者の意識が大きく変化しています。で、我々にとって、食というものは生命の源でありますので、食の安全や安心というのを求めるのは当然でございます。で、昔は比較的自宅で、自炊をする、そういった意味では、消費者にとってみれば、認識が不十分、安全安心であるのが当たり前ということでございましたが、外食が増加している今、やはり安全は当然であるけれども、安心を揺るがすことに対して、大きく消費者というものが反応するわけでございます。ただその安心安全を確保できるかということは、やはり企業次第ということになるわけです。で、その中でも、最近、特に話題となっていますけども、食材食品の、偽装虚偽表示の問題というのがございます。で、こういった問題というのは実は古くて新しい問題ということになるわけです。で、皆さんが生まれて間もない頃には、牛肉偽装事件というのがございました。BSE 問題に端を発する牛肉の偽装事件というものがあったわけです。外国産の牛肉と、日本産の牛肉と、表示を、異なった表示をしているという場合がございました。で、記憶に新しいところでは2年ほど前でありますけども、2013年にホテルなどがメニューを、表示するにあたって、そのメニューの、表示を、間違えているといった事態がございました。ただ父兄の皆様にとってみると、記憶にあるところであれば、例えば、1960年代でございますけども、偽牛肝事件というのがございました。で、そういった偽牛肝事件というのも、実際にはクジラ肉を煮込んでですね、それを牛肝だというふうに偽って、表示していたということが問題になった事件がございました。で、そういった意味では古くて新しい問題ということで、まず定義を加えさせていただきます。食品の、偽装虚偽表示問題とは、産地原材料等の食品食材に関する情報について、事実とは異なる情報を外部に表示し、または伝達して、当該食品食材を販売する行為ということにさせていただきます。で、ただですね、法律の、建前と実際の、法律とは異なる現実の問題とが大きく、ギャップがあるということでありまして、例えば、法律自体はですね、契約、取引をするということになります。皆さん売り買いをするということになりますと、契約についての一般的なルール、民法という法律があります。で、この民法という法律は人々の、尊厳が重視され、皆さんがよく知っているところでは市民革命というのがヨーロッパで起きました。で、その中で個人の平等や対等性というのが広く認識されるに至ってできた法律であります。で、英語にしますとシビルローと言います。市民の法というふうに言っています。で、この民法という法律は対等で平等な個人で、その個人には自然人という我々生身の人間だけではなく、法人、会社とか団体を含むといったものとなっています。
で、このような個人間の取引においては基本的に自己責任ということが広く認識されております。例えば商品についての情報の入手、例えば皆さんがスーパーマーケット、コンビニエンスストア、そういったところで商品を買い求めるという場合に、その商品についての細かい情報を入手したり、あるいはその商品についての情報の理解を深めていくのも自分であり、まあ、その結果自分の認識が間違っていたとしても、その責任を負うのは自分、まあ、その意味では自己責任ということが言われるわけであります。ただ一般にですが、食材、食品の偽装虚偽の問題に関しても、そのような関係成り立ちますかという問題であります。つまり皆さんが買い求めたもの、表示されている産地や原材料を見てですね、食材の産地が異なっているとか、あるいは食品の原材料というものが違うとか、目に見えない、そういった添加物が含まれているとか、一見して我々消費者からは理解できないわけであります。で、なぜ、まあ、そうなるのかと申しますと、実際と大きく違うからということになるわけです。で、実際には皆さんが販売、売買契約をする契約というのは、少なくとも消費者、我々消費者と企業、ある、まあ、会社との契約でありますから、その契約について先ほど平等で対等であるといった民法を適用していたのでは、少なくとも不平等が生じるということになるわけです。なぜかと言いますと、言い方として情報の偏在ということが一つ、交渉力に決定的な差があるということが一つであります。で、つまり商品を作っているのは企業であります。で、どういう商品にどういう材料を使って作ったか、そういった情報もすべて企業が持っているわけです。しかも企業による情報の正確な開示というものがあって、初めてその企業が作っているものが果たして正しいかどうかというのを消費者が判断できるわけであります。しかも食材や食品というものは原材料によって価格差が大きく異なりますので、まあ、ある種安い値の食材食品を利用することでコストダウンを企業が図ることができる。まあ、これを少し図示しますと、例えば消費者と企業との間で契約を結びます。物の売り買いをします。その時にいろんな情報、消費者欲しいわけです。企業の側としたら教えたいわけではない、教えたくないんです。だってやっぱり先ほど申し上げたように、企業側にとってみたら利益確保ができるチャンスなんですからというんです。で、そうすると全然情報を知らないままに消費者が物を買ってしまって騙される、まあ、これよくある消費者問題です。で、そういった時に騙されてしまってはいけませんので、法律による規律が必要ということになるわけです。ただ法律の規律には、まあ、一応規律があるにはありますが、その食材、食品の適正表示といったものを求める法律というのは、管轄する省庁官が、まあ、縦割り行政という表現がされますが、まあ、その各省庁ごとにさまざまな法律を自分のところで所管しておる、管理しているということになっていて、まあ、その結果法律関係、まあ、重複したりですね、守備範囲がバラバラであったり、あるいは執行体制といったものが別であったり、そういったものが出てまいります。で、もう一つはエンフォースメント、まあ、何か実際に法律違反をした場合に、その法律違反に対してどのような制裁、罰とか違反に対する、まあ、責任というものが問われるかといいますと、実際はかなり弱いです。改善を求めるレベル、そして改善が求められなければ間接的に刑罰を科しますよといった、まあ、威嚇的な要素でやっているので、まあ、そういった、もし違反した時の罰といったものが不十分ということになるわけです。で、近年は、まあ、そのここでですね、法律の規制というのを基本的には食品製造事業者、
食品を作る会社と外食事業、レストランであるとかホテル、そういったところに分けて規制していますが、今回は全社に関するものであります。また最近では省庁間の縦割りというものが少しずつ解消されてまいりました。食品表示法といったものが誕生し、それによって、重複が多少は、そこによって改善されているといったことになるわけであります。講義の内容ですけども、食品製造事業者に関する法律による規制を見て A 社の事件というのを取り上げますが、その A 社の事件では何が問題であったのかを皆さんに知ってもらいたい。そして新しい食品表示法という法律ではどのような規制がなされているのかを知ってほしいということであります。以上を通して先ほどの講義では法律的な考え方、リーガルマインドの共有ということを3分間トークでお話ししましたが、今度はそれをさらに発展させて皆さんが法律を知って、さらに市民として賢い消費者になるということをここで目指したいと思います。でまずはじめにでございますが、食品製造事業者 A 社による偽装虚偽表示事件というものがありました。でその会社は三重県伊勢市に本社を置く創業300年を超える老舗和菓子店でありまして、その和菓子店がですね、2007年9月以降、所轄の農政局および所轄保健所による、本社工場への立ち入り調査によって、その会社が1973年から2007年にかけて、ある種違反行為をしていたということが判明しました。その違反行為とは何かということですが、商品を一時冷凍保管し、需要に合わせて、出荷販売していたということになっていました。でその際に冷凍前に記載された、製造年月日、消費期限というものをするのではなく、解凍して世の中に出した時に新たな製造年月日、その日を起点として計算された消費期限といったものを新たに、その計算に加えまして、表示したということが問題となった。で当初は未出荷商品のみである、つまり世の中に1回も出たことのない商品が、少なくとも冷凍保管されたということで安全性が認識されていたんですが、実は出荷残り、売れ残りといった商品も合わせて、そこにあるように無機あん一部、つまりあんこと餅を分けてですね、あんこはある種関連業者に売り、関連業者に販売してもらう、あんこの一部はまた冷凍保管して再度解凍してまた世に出すということを行ってきたということになったわけです。でその違反に対して、業務の停止であるとか菓子製造販売業を禁止するといったことが、所轄官庁から言われたということになります。で、ここで一番の問題というのはここに書かれております製造した日の翌日以降を製造日として消費期限を先延ばしする先付けといったことであります。また、糖類加工品を使用しながらそれを、不表示、表示しないといったことも問題になりました。そこで、こういった問題というのはどういった法律とつながっているのかといったことであります。皆さんが知っている法律、聞いたことあるかもしれません。食品衛生法、JAS 法、そして健康増進法といった法律が、あります。で食品衛生法といった法律はですね、そこに書かれておりますが、目的としては飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するといった法律であります。でそして表示関係については、販売用の食品等に関する表示についての基準の策定および基準の遵守、そして食品の添加物、容器包装などについてを表示するといったことが義務付けられています。注意していただきたいのは、所轄の官庁というのが厚生労働省ということになっています。他方で JAS 法という法律があります。ここでは農林物資の品質の改善、それに関する法律ということなんですけども、
まあ、そこについては一定の表示基準といったものを作って、まあ実際にやっているということですが、管轄が農林水産省といった、まあ、管轄です。で、健康増進法といった法律ですけども、皆さんが、まあ、最近食べておられる食品の中では特定保健用食品といったものが見受けられます。で、こういったものを規制する法律が健康増進法であり、その管轄は厚生労働省といった法律でございます。で、その他、広く一般的に適用される法律として景品表示法といった法律があり、まあ、この法律は消費者庁に現在あります。で、また不正競争防止法という法律もございまして、で、ここでは価格表示一般にあることですけども、まあ、ある種それによって不正な行為、不正な競争をするということを、まあ、実際に、規制しているという法律でございまして、経済産業省に、所管する法律でございます。で、特に景品表示法との関係で最近問題になった事例としては、まあ、東京にですね、まあ、株式会社ミキという会社があるんですが、プラチナウォーターという、まあ、水を売り出していた。この水を飲めば痩せるといったような表示をしていた。で、ただ表示自体は自由なんですけども、その表示自体がここに書いてある有料誤認、思ったよりもよく見せてですね、それを景気に買わせるといったことをすると問題となるといったことであります。で、今のところ少し違った角度からおさらいしてみましょう。まず JAS 法という法律ですけども、JAS 法という法律は基本的に食品の品質を守るための法律です。原材料、内容量、原産地、そういったものについて規制をしているといったことであると同時に、また名称や賞味期限、保存方法、遺伝子組み換え、製造者名などの表示も JAS 法によって義務付けられています。他方で健康増進法、栄養表示、まあ、特定保険と言いましたが、それだけではなく、皆さんの最近、ご覧になられている食品ではカロリーなどの表示があるかと思います。そういったものもこの法律によって規律されているということになるわけです。また食品衛生法、添加物、アレルギーに関する、要素を含むもの、食品の安全確保をするための法律であります。他方でこの法律ですけども、名称や賞味期限、保存方法、遺伝子組み換えといった部分では先ほどの JAS 法と重なっておりまして、その法律から見て取れると、所管する官庁が違うにもかかわらず、この部分だけは重複しているということになるわけです。じゃあどっちの法律がこれを規律するのということになりますが、現在の日本ではここが複雑で重複しているということになるわけですね。皆さん見たことあるかもしれませんが、これ何か皆さんがよく食べるお菓子です。気づきませんか？なんとなくわかります？チョコレート菓子と書いてあります。で、このチョコレート菓子についての、まあ、カロリー318キロカロリーと書いてありますけども、それと上には原材料とか書いてありますけども、これを少し置き換えますと、名称ビスケット、砂糖、小麦粉などを使っている、そしてエネルギー表示もしてあります。これって一体どういった法律なのか、先ほど見てきた法律、少し色を意識してください。名称、賞味期限、保存方法、製造者、ここの記載はすべて食品衛生法によって規律されているということになります。また同じようにオレンジ色、JAS 法といった法律でも、名称、原材料、内容量、賞味期限、保存方法、製造者などについて規律されているということになるわけです。またミルクチョコといったことのエネルギーなどなどについては、実際に健康表示法といった法律がカロリー表示を義務付けているということになるわけであります。で、他方でこの食品の表示、スナック菓子ということになりますが、皆さんもよくおやつなどに食べられるかと思います。ポテトチップスというものでございます。で、このポテトチップスですけども、まず
はじめにエネルギーの表示につきましては同じく健康増進法です。でポテトチップスの中のどういったところが、まあ、実際に先ほどの法律で規制されているかといえば原材料、ごめんなさい、名称の中とあと原材料の中の遺伝子組み換えでないといった部分や調味料、アミノ酸、香料などこういったところが、基本的に先ほどの法律、食品衛生法の中で規律されているということになりますし、他方で名称、原材料、内容、賞味期限、保存方法、販売者といったことを実際に法律の中では規制している JAS 法といった法律であります。でこのようにして法律はさまざまな規律を置いているわけですけども、今皆さんご覧いただいたように身近な、まあ、その食品、身近な、まあ、お菓子といったものも実際に見てみるとかなり興味深くこういった法律との関わりがあるということがお分かりいただけたかと思います。ただそのお分かりいただけた上で、次のところに進むわけですけども、まあ、この法律が、まあ、ある種どっちがこの法律によって規律しているのか、まあ、いくつか重なっている部分があるかと思います。例えば名称であるとか原材料も大枠では一定の法律が規制していますけども個別の表示については別の法律が規律しているということになりますので、このあたりの守備範囲の住み分けどうなるのかよくわかりませんね。例えばこういう表示をしなかったら、こういう表示に嘘をついたらどの官庁が出てきてその業者に対して何か違反に対する責任を課すのかといったことが明確にならないわけです。そこで日本の、まあ、消費者庁という省庁ができましたので、そこで消費者庁が次のような法律を作ったわけです。食品表示法といった法律です。で食品を摂取する際の安全性及び、一般食品消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保する、平たく言ってしまえば皆さんにとってみれば分かりやすく、そして一つの法律で一つの官庁で実際にどのような表示を義務付けるのかを明確にする、そういった内容の法律であります。でこれまでは食品表示制度の問題点として言われていたのは表示が複雑であること、そして官庁が不統一であることといったことが言われてきたわけです。そこで食品表示法といったのが今出てきた複雑さであったり監督官庁が不統一であるということから消費者に分かりにくい、まあ、消費者の保護にならないといったことからこの法律を作りました。そしてこの4月からこれが施行されているということになります。したがって皆さんこれからはこの表示がどの省庁によってそしてどの法律によって表示が義務付けられているのか、どの法律に違反したのかが明確で分かりやすくなったということになるわけです。そこで再び A 社の事件について見ていきたいと思います。 A 社の事件、一体何が問題だったのか、いわゆる巻き直しというものです。つまり売れ残り商品を一旦包装を解いてそして冷凍してまた出荷するときになったら解凍して包装する、そこに賞味期限をつける、新たな賞味期限、消費期限をつける、それを巻き直し、包装のし直しということですね。もう一つは先付けということです。で、まあ、巻き直しとセットなわけですけども、消費期限を先延ばしするといったことをこの業者が行っていた。でそこで、実際に官庁が守備範囲が異なりましたのでどういったことをやったかと言いますと、JAS 法が定める表示事項をしっかり、表示するように農水省が指示したということになります。でそこでさらにその表示を、まあ、しっかりと守らなかったということもありましたので、食品衛生法において、基づいて無期限の営業停止であったり菓子製造業の禁止といったことを今度は厚生労働省によって下された、命令されたということになります。したがって、まあ、この事態については2つの法律と2
2つの省庁が対応をして、その会社に対して、業者に対して法的な責任を課したということになるわけです。他方で改正後の食品表示法の下、今このような事件が起こったらどうするのかといった話については、事案は同様ではありますが、巻き直し先付けに関して食品表示法という法律に消費期限も、そして売れ残りを回答するといった巻き直し行為についても同様に消費者庁に一本化されましたので、内閣総理大臣、消費者庁長官に権限を統合しているといったところに一本化されるわけでございます。で、最後に皆さんにはそれぞれこれを法律的に考えたらどういったことが求められるのか、当然作る企業、そしてそれを規制する業者、そして我々消費者、当然ルールを知って賢くなければならないといったことでありますが、次の点を指摘したいと思います。まず先ほど初めに申し上げたように、企業と消費者との間の取引は、企業側が正確な情報を表示しない限り消費者にとっては分かりにくい問題だ、でだから法律が規制をしているんだということを申し上げました。それによって企業は不当な利益を得る場合もあるわけです。特に自社における悪しき慣行というものが残っている企業、家族経営同族企業に等しい場合には、基本的に健康被害をもたらさないものであったらいいんじゃないのかぐらいの慣行は残っているということになります。ただ皆さんそれほどバカではありません。情報はあふれている IT 社会であります。そういった中では皆さんすぐにそういった情報を調べ、皆さんの信用を失墜するということから、企業もそれ相応の対応をしていかなければいけません。一つは法令遵守、企業もルールを知らない、複雑かつ広範な法律ですから企業もルールを知らないということがあります。そしてそれが食品表示法によって、かなり周知されたということになりますので、企業も、それに対応していくべきだということが挙げられます。また適切な事後対応、特に A 社の事件では当初では巻き直しは未出荷商品のみだと言っていたんですが、実際は未出荷商品のみではなくて、実際に売れ残り商品にもやっていた、つまりやっちゃいけないことの一つとして不祥事の小出しということです。つまり究極的には消費者に対する、世の中に対する説明責任というのをしっかり果たさなきゃいけないということであります。また行政側でありますが、法律の統合によってある程度は解決されたということになるわけです。で、最初は実際に複雑で多岐にわたる法律だったわけですが、一本化されたことで、これ今後その見通しを探っていくということになるわけです。で、そして皆さん消費者からすれば、情報を受信する、つまり誤った法律の理解、誤った社会の問題の理解というものは皆さんを違った方向に誘導するということもありますから、誤った情報に惑わされない賢い消費者になりましょうということです。そして賢い消費者になれば、皆さんは消費者庁へと情報発信、あるいは究極的には意見を求めて世の中を変えていくことだってできるんです。で、先ほども申し上げましたが、皆さんが賢い消費者として、一市民として法律を知って、そして世の中に、あるいは世の中をもっと良くしていくことに貢献していくと、そういったことを私は求めているところであります。以上で私の講義を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。桜沢先生、本日は大変貴重なお話を聞かせいただきましてありがとうございました。皆さん、お礼を込めて先生に拍手をお送りください。どうもありがとうございました。先生どうもありがとうございました。